優勝戦の第12レース、風の方は変わらず北から3メーター前後のコンディションです。インから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。優勝戦第12レース飲水機、1号艇、2号艇が出ていく。1周の1マーク、1号艇森田が逃げる。3号艇山口が外を攻めていった。5号艇西山まくりさせて、その内側から2号艇田道、4号艇石綿逃げました。1号艇森田俊介、スタートは前提正常でした。逃げました。1号艇森田トップ、コッソー2番手、接戦です。2号艇、5号艇、4号艇、3号艇固まっていく。1周2マーク、さあ焦点は2番手、2号艇田道に対し全速旋回逃げた。5号艇は西山貴弘。2番手の接戦は逃げた5号手の西山貴弘が若干前に出てきました。2番手5号手西山です。そのすぐ後ろから2号手太郎、追いかける4号手3号手。レースは2周目1マーク、先頭は1号手森田俊介。さあその後ろ2番手、2番5番競り合った。打ち着いていったのは4号手の石綿鉄平。2番手の接戦は4号手の石綿対5号手西山。ここはアウト強めに5号手の西山貴弘、そして打ちを取っては4号手石綿も伸ばしていく。2番手が4番と5番が接戦でレースは2マークの旋回。さあ2番手4号艇石綿に対し差してくる5号艇西山貴弘。5号艇4号艇2番手は内側5号艇西山、アウト4号艇石綿が並走です。その後ろは3号艇山口剛、2号艇田道稔、最後方6号艇高橋龍也。先頭は悠々と逃げていきました。1号艇森田俊介、最後のバック。その後ろ2番手は5号艇西山先行していく。そのまま5号艇西山が2番手をリード。3番手が4号艇石綿鉄平。今年は3回目の優勝を飾りました森田選手。1月徳山、2月の琵琶湖に続きまして、今年3回目の優勝を飾っています。ここ福岡はこれで6回目の優勝、2022年の1月以来の優勝です。自身通算では121回目の優勝を飾りました森田俊介選手です。